志願者のあなたがですね、年収が高いかどうかだってさ、年収低かったらさ、おかしいじゃん。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。伊藤くんから相談、なんか相談があるということで。そうなんですよ。基本的に僕が FC 版タイガーファンディングに出たいとか FC チャンネル出たいっていう方の FC 本部の社長と面談をしてるんですけれども。そうですね、なんでそうしてるか理由を教えてください。はい、FC 版タイガーファンディングは本当にガチでやってるので、うちのボスがもともと知ってるとやっぱり忖度だったりとかビジネス内容を知ってるとかなっちゃうので、それを本当になくすために僕がまず面談してます。そうですね、僕の知り合いだったとしても出るってことは伊藤くんにしか言ってるとおーみたいなこともあります。うん、おーみたいな、聞いてないよみたいな。そうみたいな、なんでちゃんとうまいことは僕がねよくねタイガーファンディングで顔芸とかねよく言われますけれども、それは本当に顔に出てるんですね、うん、ということで、はい、はい、それでどうですか、はい、それでですね、最近ありがたいことに非常に問い合わせが多くて、いっぱい出たいって人いるの。あ、本当にいますね。で、月何人ぐらい来るの、はい、実際に動画に撮ってるのは月4人ぐらい出してるんですけど、うん、問い合わせで言ったらもう30か30人。すごいね、やっぱヒカルさんの効果とかもあったんでしょうかね、うん、堀江さんとかね、はい、で今すぐは無理だけどとかっていう人もいらっしゃるので、うん、そういう方含めて結構いらっしゃるんですけど、中でもやっぱり僕もいろんな FC 本部を見てきてるので、うん、これはさすがに出てもごめんなさいになるんじゃないかなとか、まあ本部とかこういう作戦会議になるんじゃないかなみたいな方もいて、で僕も前提としては方の味方であろうとしてるので、やめた方がいいんじゃないですかみたいな話もするんですけど、いやみたいな、出ますみたいな、出て支援していただきたいですみたいな方がいらっしゃって、そこまで言うならみたいな感じで出ていただく時もあるんですけど、それっていうのはもうこっちがストップした方がいいのか出てもらった方がいいのか、林さん的にはどう思いますか。伊藤くんの感覚は結構僕は信じてて、普通に見てるから、うん、伊藤くんがいいって思ったところは、うん、いいだろうし悪いって思うところは悪い可能性が高いよね、うん、もちろん絶対ではないね、うん、伊藤くんがいいと思ったけど、うん、林武村から言うとダメだったり、はい、悪いと思っていいっていうところもあるから、うん、だけど基本的に感覚を信じてるから、まあ、ぶっちゃけた話ね、僕たちいいフランチャイズを世に広めていかないと生活が苦しくなってしまうんですね、はい、そうですね、それはいいもん順で出てほしいですよ、うんうんうん、正直ね、はいはい、でもいいところばっかり出てたらなんか全部いいって言ってんじゃんとも思われそうだから、ね、ダメなところもちょっと欲しいっちゃ欲しいよね、はい、うんうんうん、やっぱダメなところはちゃんとダメって言われるんだなって、はい、しかもそれってダメなところでもって思ってもいいかもしれないからね、そうですね、だからその危険性を説明した上で多分ダメでもそれでもいいですかって言って、それでも出てくれて枠が余ってるなら出てほしいけど、枠は余らないよねいいところで埋まっちゃうよね。そうですね、うん、でもおっしゃるように、うん、令和のタラとかでもあるあるですけど、うん、やっぱり言い方が良くないかもしれないですけど、ポンコツと言われる方の方が視聴回数が伸びるみたいなこともあるんで、うん、広げるという意味においてはいい FC の方がいいですけど、視聴率とか、うん、逆にいいとこが際立たせるためにはそういうのもあってもいいのかなっていう、ね、そうなんですよね、うん、なのででもじゃあいいところを出さないで、はい、後に遅らせてでも出すかっていうとそこまでじゃないんだけど、まあまあ、そんなにいるなら収録6本にするなるほど、月の回数を、まあ、わかんない、岩井さんに交渉してみないといけないけど、はい、6本にすればそれはできるよね。だからあと岩井さんにお手数をおかけしないように、はい、別に岩井さんは司会なさらなくてもいいんで、うん、枠があれば6本取っていいですかって、それじゃ伊藤くんのね司会で映える機会が増えるかもしれないし、だから本当に今来てるって知らなかったから、はい、しかもそんなに出たいっていう人がいるって知らなかったから、6ぐらいはできるんじゃない。よくさ、うん、堀江さんがさ、はい、収録時間90分しか取れないからってことで、うんうん、急いで45分2本取ったじゃん、取れたもんね。そうですね、意外といけました。だからフランチャイズ版はやり取りがスムーズだからさ、うん、しっかり取れるよね。あ、そうですね、うん、はい、だからワンチャン45分ずつにしたら6本でも同じだよね。そうですね、うん、はい、だし時間的には本当は前まで楽屋トークとか取ってたけど、うん、後から取ると大変だからね。最近ちょっとないですもんね、FC チャンネル。どうする、はい、今の行列状況初めて聞いたから。ただその中で全員出るっていう話になってるわけじゃなくて、うん、もちろん時期を見たいとか2ヶ月3ヶ月後に出たいみたいな方もいらっしゃるんで、うんうんうん、すぐすぐじゃあ行列できるかっていうとそこまでではないんですけど、でも問い合わせ自体はそんなにありますね。だからもしそれで出たいんであればそうしたいかな、うん、多いんであれば6本交渉してみたいと思います。あ、なるほど。その場合はね、ひょっとすると面白くない回だけとか逆にとっておきの回だけをフランチャイズチャンネルだけで1本流しとかね。あースーパーフランチャイズは逆にフランチャイズチャンネル登録してないの見れないよみたいな。そう、本当にいいんだ
けどっていう、たまにそうしたら、おやばいやばい、レオアルトラだけじゃん、こっちも見とかないと、チャンネル登録しかないと、そういうこともしてもいいし、逆にちょっと考えてるのが、はい、本当にすごいやつだったらもうレオアルトラに一本流しであげちゃってもいいのかな、ね、そうですね、今レオアルトラ一本流しがね流行ってるからね、はい、悩みますよね。そうですね、うん、ちなみにちょっと話変わるんですけど、はい、どうぞ、はい、FC 版逮捕に出てどっぷりにしようって林さんが思う時っていうのはどういう時なんですか。これいいフランチャイズ、いいっていうのがこの見てる人たちからして多いのはやっぱごめんなさいになるかもしれないとかリスクをやっぱ考えちゃう人はやっぱりいらっしゃって、まあ、例えばまず一件もない方ね、それはごめんなさい確率高いよね、うん、まずそれが一つで、一件がすごい儲かっててもそれ直営だからでしょっていうのがあるよね、うん、だけど今までで 5,6 件やってたり10件やっててそれが大体うまくいってるっていうことでごめんなさい出ることはないよね、うん、そうですね。それ例えば巻き爪補正店で6件全部すげー儲かってたし、うんうん、アートネイルさんだって10件あったでしょ、うんうん、やっぱそういうのは硬いよね、うん、けどハム社長は1件しかなかったけどこのビジョンで行ったよね、だし直るのは1件もないのに行ったよね、うん、そういうのはあるよね。まず実績がまあ硬いよね、うん、あと志願者のあなたがですね年収が高いかと思いました。だってさ年収低かったらさおかしいじゃん。まあそうっすね、そもそも自分が儲かってるから他の人もやりたいとか、やっぱなんだかんだ武田塾だって1件とか2件しかなかったし、けど自分は一応他の事業もやってたから可処分所得は年収2000万か4000万あったと思うよ、わからんけどイメージね、28でそんくらい稼いでたらさ、青さんほどじゃないけどそこそこすごいでしょ、うん、そうっすね、そういう状況だったからさ、うん、竹村さんもなかなかいいんじゃないかって思ってたはずですよ、うんうんうん、なるほど、吉田さんが入った状況ですけどね、うん、年収400万ぐらいとかでなかなか行くっていうのは難しいですか。なのにね、はい、そんな FC 展開であなたが成功しないでしょって話だけど、はいはい、あの社長当時いくらだったんだろうね1000万2000万あったからやけど少なくとも無人業態ではそんな稼いでなかったよね、うんうん、じゃあ直るの若林さんが年収高かったかってそうじゃないから、はい、絶対1000万以下だったよ、だから絶対はないよね、うん、なるほどね、難しいよね、可能性はあるってことですね。僕の考えとしてはあなた年収高くなったやめてよっつってさ、どことは言わないけどさ支援してる関連する FC 本部の、はいところでさ、はい、ちょっとあれ何十万か振り込んでくださいって言った時に、うん、ちょっと分割でいいですかって言われたことがあったよ。ありました、ね、これ儲かってないじゃんみたいな、ダメじゃんみたいな、ここ応援する気になんないよってさ、うん、これもう流行ってるんで儲かってるんでって言って、うん、何十万かちょっと分割で払っていいですかをさ、うん、はい、あれダメよね。いやー、あれは痺れましたね、うん、そういうのもあるんですよね、はい、という感じでしょうか。ありがとうございました。じゃあ定期的に伊藤くんの出番を作るためにちょこちょこ質問なりを用意していただけると嬉しいです。こういうあと伊藤くんの実務に関わることとかね、はい、そろそろさ FC 支援先の最近僕にいやちゃんと定期的にさ僕はさお茶しましょうとかさ、はい、悩みないですかちゃんと、はい、言ってます、送ってるさ誰も来ないじゃんいやもちろんさ悩みもないかもしれないけど、はいはいはい、絶対あると思うんだよね、お茶したら絶対あると思うから、まあうはい、強制的にツアーを組むか、もしくは伊藤くんが代わりにツアーしてきてほしいな。わかりました。三原くんとかとセットでもいいし、はいはい、ウェブ周りとか YouTube 周りとか絶対あると思うんだよね、はいはいはい、会社顧問制度とかで忙しそうだしとか遠慮してるから、 FC チャンネルも支援先も大事ですから連絡ください。じゃあそれちょっとツアーしてほしいな。あ、了解です。じゃあ支援先の皆様ツアーに行きますんで、はい、ぜひお茶しましょう。お茶してください。ありがとうございました。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今 FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したりいろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで。